やっぱり人は慣れない人だと思うよ。見てるだけですみたいな。だよな。そこがやっぱり無理無駄になりきれない。うん。そこが見えるんだよね。今何歳だっけ？今22ですね。伊藤君はどんな女の子がタイプなの？言ったこととかで笑ってくれる子がいいですね。お前芸人かよ。セクシー女優、お前見る？まず。まあそれは見ますね。本当に？ファンザの会員になってるんです。一応なってますね。誰が好きよ？アダルト女優で。ベタに桜マナさん。あ、マナちゃん。うん。この前東谷さんと絡んでました。そうだね、ニューヨーク。羨ましかった。羨ましかったですね。桜マナちゃんが好きなんだ。好きというかよく見ますね。ああ。それ好きって言うんですよね。そうですね。見てるだけですみたいな。すかすんだよな。それちょいちょいすかすんですよ。東田さん、伊藤君。やっぱり伊藤はかっこ悪くなれない人だと思うよ。いや、そんなこと全然ないですね。嘘つけ。お前ケツの穴見せれないでしょ。それは見せれないですね。そうでしょ。そこがやっぱり無理無駄になりきれない。うん。そこが見えるんだよね。東谷さん今かっこいいこと言ってますけど、顎になんかめっちゃついてます。本当にこれこれがかっこつけないってやつなんだ。憧れますね。お前バカにしてんだ、小バカにしてんだ。今絶対バカにしてましたよ。今のはひどかったですね。完全にバカにしましたね。伊藤君はさ、江頭で言ってたけどさ、江頭さんとブリーフなんでさ、おっ行ったっていう話あったじゃない。ありましたね。あれ聞いた時、ああ一緒に行きたかったなって思った。普通にまずショックだったんですよ。何が何がだよ。そっかっていう。なんで俺叩きになるんだよ。こっちとしてはやっぱ、あ、もうなんか江頭さんも疲れてもう帰るから解散で、じゃあそっちで飲んできなみたいな感じで優しいなと思ったんですけど、そっか。なんで俺叩きになるんだよ、そっから。おっぱい行きたいか行きたくないか、それだけ答えて。いや、それは行きたいですよ。あ、そんな、本当に。いや、行きたくない人いないですよね。S は、そんなに行きたくないと思うよ。僕はそういうお店は行ったことあるの？はい、何回かは。じゃあ、ちょっと誘ってみようかね。地方の時。一緒に行く？お願いします。おっし。おっぱい行ったことある？聞いたことあるなぐらいの感じで。どういうとこ行くの普段？もう普段っていうか、まあその結構昔ですけど。お前いくつなんだよ。専門学校の時になんか友達と行ったみたいななんですけど。またすかすな。またすかすな。なんか昔ですけどとかいいんだって。もうそんな言い訳しなくて。まあそうですね。もう隠さないで行こうよ。いやいや全然隠してないですけど。まあどこ行った？まず。いわゆるその。わあ汚れてるね。まあ親も見てるもんなこれ。そうですね。かっこつける云々の上に親が見てるっていう。親の顔がずっと浮かんでますね。そっちだね。そっちもありますね。